第一展望台じゃちゃんと音声を入れてます。マクマク焼酎飲んだ梅ちゃん。まだです。まだです。梅です。カホです。アオさん急ぐよ上まで。はい、行け、登れ、遅い。おお、あーすげえ、うわーすげえ、あーこれはすごい、綺麗だね。あー今日はすごいわ。全部見えどうだね後藤さん。うわーすごい、あーこれはすごい、ね、もうちょっと向こう行ってくれよ。もうちょっと帰ってますよね。あ、止まっとったら見えへんね。すごいわ。御嶽山が見える。乗鞍。うん、適当に撮ってます。頭の上やけど。外してみ。うわこれはすごいな。中だけが綺麗に見えるな。かっこいい。この人はあちらですか。私は阿弥陀が阿弥陀に行かれる。下はあちらです。あさってあさって。皆さん一緒写真撮っていて、どうもカメラがね。おお、展望台向けて登り。展望台。多分あそこやったと思った。違うかもしれん、もっと上かもしれんけど、多分あそこが見えるものは綺麗なはず。あれが陽岳、陽岳、あの爆裂火口、火口があって、すっげえ。ゴミは左。うわ、すごい。うん、こっちが第一か。あ、第一、第一こっちか。第二はもうちょい先だ。これはすごい。登ってくるね、マクマクと。国民と行けるよ。春に日狙えば。で後ろ北アルプスでしょ、全部。ダーって。今日来てよかったでしょ。もう今日はもう。おっしゃる通り。すごすぎるこれは。はあ。じゃあ後ろから撮ってます。どんなふうに撮れてるかわからんが、マクダー。あー、これ気持ちいいわ。はいよ、3、2、1、よっ、はい、GoPro で撮ってますんで、どう映るか分かりませんが、こっち向いて、はい、はい、チーズ、はいよ、はいよ、はい、まあ動画ですよ、はい。
しかし昔な紅白といえばな北酒場っていうイメージが。はい、もうちょっと第二展望台です。あれが西、あれが西、はい、行きゃもうちょっと第展望台側でもうちょっと行きゃ。そうやろう。だからあの辺のさ北酒場はやった、やっぱ紅白といえば北酒場やろ。今夜の恋はタバコの、おーすげえ、じゃあもうちょっと向こうまで行け、もうちょっと向こうまで、あそこあそこ、うん、あそこが店舗、もうちょっと行け、もうちょっと、もっと先、もう少し先まで行って、止まらないここで。展望台まで行きます。すごいな、なんかこの雪が結構マフマフの雪ですな。これは今日は直下で降りるのは厳しいかもしれんな。アイゼンがかまへんわ。あ、よかった、どうぞどうぞ。はい、すいません、お疲れ様です。よいしょ。行くのよ、はい、先行って。はい、いや、もうちょっとどけへんもん、どけ、はい、邪魔やで。さっき行ってもいいって言ったら山側にもっと寄ってくれよ。第二展望台のはず、ちゃう？はい、第二展望台着いた。あー、着いた。おー、すげー、エビの尻尾。あれをあそこ登ってるような人があそこ登ってるバックパック。いけれますよ。適当に撮ってます。おー、これなかなかすごいな。すげー素敵。あー、すげー、すっげー、直下しはい、了解です、了解です。あ、西天狗バックで、じゃあ行きますよ。はい、チーズ、はい、チーズ、ちょっと待って、はい、チーズ、もう一枚、はい、チーズ、あや、はい、あや、すっげえな、これはここは。
天狗のつぶにゃが見える。下山がプリンみたいになってるんだ。国民プチプリン、国民プリンプリン。よし着いた。あー気持ちいい。いやー最高。素晴らしいね。赤崎もかっこいい。西天狗山頂。いやー皆さん装備担いだのか。はいよ。やったぞ。はい。あー着いた。お疲れ様。とりあえず一応ゴプロは撮ってます。はい、すごいな。やつは撮ってもらったら。やっこだけ撮ってないよね。はい、よ。あ、すいません、シャッター押してもらっていいですか。すいません。はい、お願いします。はい、なかなか。すいません。すいません。ありがとうございます。はい、大丈夫。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。撮りましょうか。あったけえな。社会の窓が開いて全開で起きちゃった。通りで寒いと思った。あ、東あれ。あ、それガスガスの時とは全然違うでしょ。これすら見えかったんや。雪の時は空気が澄むとまた景色が違うんだけど、これはやっぱ違うわね。ここの電池かよ。うん、これはすごいわ。
ですね。梅ちゃんちゃんと見てあげて。で怖いで一歩一歩ゆっくり行かないかんし、もし本当に怖かったらロープ出していって、はい、うん、しっかりエイジェンを、おう、10本で効かせながら効かせながら行かないかんでね、一歩一歩でゆっくりでいた下りは。で大野さん、そのね、あの足が近すぎるのはダメだもんで、うん、ハの字にした、うん、そう、ハの字すぎる。でそれやると後ろと後ろが引っかかって落ちるで、それやったらね、前をすぼめたハの字の方がね、多分降りやすいと思う、こういう急なところは。で一歩一歩全部の爪を効かせるんだよ、ゴフミと大野さん、分かった？これはいつもなんか直でまっすぐ降りるけど、今日は降りれんだこの雪では。すっげえめっちゃくちゃ柔らかいもんね、雪が。ああ、こんな初めてかもしれん俺。ああ、まあだからまあ逆に落ちんけど、こんなんでは。ネギシの、ネギシのこないね、あれ。危ねえ。でそこのトラバースが終われば楽ちゃうけど、トラバース気をつけてね、危ねえ。で、ね、ピッケルちゃんと持ち替えて、差し込みながら行かんよ。まあ今日落ちてもまとまるとは思うけど、うん、今日はでもね、落ちても止まるでいいよ、ここ。うん。この雪やったらそこまで滑ってかへんで。よいしょ。大野さん、あのね、まっすぐじゃないとダメ。うん。かかとで蹴り込みながらでいいで、まっすぐ降りてく。かかとで蹴り込みながら10本効かせきゃいいで。とまあでもこの雪ならまあ滑ってかへんでんけど、まあ逆にこんなトレースたどるより誰も歩いてないところが歩きやすいんじゃね。じゃあここの方が歩きやすいんじゃないと。ほら、普通の奥美濃の山歩くのと変わらへんもん、埋まらん。こっちの方がもう全然大丈夫。うん、こっちの方が歩きやすいよ。
もう終わってまうけど。じゃあ、じゃあ、あーでも気持ちいい。おー、北アルプスが綺麗。あれで終わり。あれの上の標識が東天狗で、上りは終わり。梅ちゃん、坪庭にトレースある？坪庭のトレースねえかな。行くなら坪庭で行きたいけどな。前行った時なんかトレースがなくてさ、ハイマツにバスバスはまって大変だったんだって。あそこ越えるだけでなんか1時間ぐらいかかったの記憶があるな。取れてるかどうかわからんが、はい、頑張れ、シャキッと歩くよ、最後。おーい、え、一応取ってる、取れてると思うけど、あいよ頑張れあ、死にそうな感じ。はい、ジャンクションで待ってます。これ岐阜の方。あ、岐阜です。あ、さっき、あ、お疲れ様です。僕ら西天狗から回ってきました。ええ、僕はこっちから。そうですね、あの西の下りだけがちょっと急なんです。そこだけですね、あの気をつけるところ、他は緩やかです。我々もこうぐるっと回って帰ります、ええ、そうそうそう、こっちも急ですけど、ええ、ではお疲れ様です、ありがとうございます。そう、ひどい方。あ、よかったね、こんなところで。そう、ええ、いい。ではまたよろしくお願いします。じゃあ矢崎さん、よし、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様。よし、大野さん頑張れ。はい、ガス気合いで。はいよ、はいよ、お疲れ様。よし、はいよ、はい、ご苦労、はいよ、はいよ、お疲れ様、もう少し。はい、ゆめちゃんも、はいよ。で、はいさん、はい、お疲れ様。はいよ、ありがとうございました。はい、いいよ、私も、はい、ラスト。ではお疲れ様です、また下で会いましょう。はい、じゃあ上まで行けよ、まず。
しょ。はいよ。撮ってもらいましょう。はいよ。まずは並ぼうか。はい。あれ。あ、レクさんが押しまったいっす。頑張りました。はいよー、はい、でもこれいいな、今日はすごいね、本当に。盛り上がっとんだあれ。ああ、それでもかっこいいわ。これはすごいな。いや、まあ俺もちょっと振り向かせよ。振り向け、あいよ。みんな写真を撮ってるし。顔をここを見えるように出すのよ。3、2、1、9。まあ女性陣だけど、行きましょうか。いいね、これ。なかなか、うん、この雪は。入ってまうよ、コップルに。ここのとこだけまた切り抜かれるんだって。お経のとこだけ